はい、ケマン女子パラレル。レッドコース、リブ4番、第1ヒート。クマ、レッド。ブルーコース、リブ13番、茨城選手、アサフ保障、スタート。カモンカモン。下から見て右側は、浜崎選手が無動しています。DS では4位と、あと1歩表彰台でしたが、ちょっと茨城選手が遅れている。第3、第1ヒート、第3グループ、綾野とブルーコース、ミュ。8番、上村選手、滝沢レイ選手、ブルーコース、リブ9番、伊藤選手、北広島県へ、スタート。リブナンバー8番、9番ということは、DS8 位、9位の戦いです。並んでいる、ほとんどが、よし、ミュ、ほい。わずかにです。ここ、外し、外し。このままレッド、上村選手がクロッシング入って先にレッドが入ります。1番、はい、第4ヒートブルーコース、レッド、カノ鶴巻選手、川場東小学校、スタート。スタートを切ったのはレッドコース、今回の GS ウィナーです、岡田さん。うわ、このラインじゃきついよ、カノ。そこ、そこ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 、はい、第4ヒート、レッド、ゆず。打ち足乗らない、打ち足乗らない、打ち足乗らない、おい、危ない。レッドコース、リブ6番、はい、ワッカライアルフェンスクリートレンダー。レッドコース、ブルーコース、リブ11番、高田選手、石川県 T 連盟、スタート。うーい、よそそそ、ミュー、何よ、せえな、上。レッドも小さいな。やったろ。はい、ホタル、レッドホタル。北海道勢同士の対戦、さあ、そしてまずはサイドバイサイド並んでいる、わずかにレッドがリードでした。清水選手がちょっとここでリードを奪いました。このまま引き切ることができるか。ブルー、下村選手も追い込みますが、先に2番、9番男子、第2ヒート、レッド、ライト、ライト、はい。ブルーコースの女子選手、石川とは、あら、やっぱ内藤やったね。内藤しそうだった。はい、レッドコース、K1 優勝者、オグマ、東京。はい、第5ヒート、レッド菊池、ブルーコウスケ。レッドコウスケ、リブ22番、菊池選手。さあ、コウスケ、菊池にどんだけいけるか。リブ30番、川久保選手、札幌アルセンスクスポーツ少年団、スタート。レッドコウスケ、リブ27番、関本選手、北川アルセンスクス少年団、ブルーコウスケ、リブ30番、関東選手、ケアレーシング、スタート。第6ヒート、レッド、コウスケ、あ、コウダイ。ブルーコース、リブ30番、三道選手、クエアレーシング、スタート。このレースも並んでいるサイドバイサイド、俺のパラレルというレースになってきました。どちらがいいのか、コウダイ、次、次だよ、次、次、次。レッドコース、最終ヒート、白谷、ブルー、タチ、サーブイユ、北海道。札幌アルペンエスレース少年団、スタート。ここで白谷選手、レッドがわずかではありますが、リードを取りました。GS2位の白谷選手、ブルーコースは GS11番選手、1本目はレッド、白谷選手が。レッド、ももちゃん。ブルー集荷。さあ、第3ヒート。リブ48番、佐藤選手、シュールエフェ。ブルーコース、リブ49番、佐藤選手、湯の谷中学校、スタート。おい、しかほい。ブルーコースの佐藤選手がリードを奪った。追っていくのがいいと思います。佐藤選手、並んだぞ。ここで並んだ。さあ、どっちか。サイドバイサイド、ブルーコース、リブ56番、阿部選手。はい、レッド、さくら、ブルー、阿部、あーっと。レッドコース、リ
TS ドリガー、松田選手が急斜面に入ったところで阿部選手が先頭を切っていました。先頭はったり、これで今松田選手がフィニッシュをすると42番、大西選手、戸隠市中学校、レッドミコト、ブルー、堀川選手、飯山広塚中学校、スタート。2人の姿が見えてきました。レッドコース、大西選手はスラロームのウィナー。今回はこのビジュアルは第2シード、第5シードの堀川選手は CS9、並んだ、どっちだ、これは面白い、先に入った鏡、2分51番山田選手、ブルーの優香、スタート。並んでいる、ほとんど差がない、共に通常を得意として今回このパラレルへの出場権を得ました。ちょっと奥が飛んだ、長見選手が飛んだ、山田選手が今フィニッシュ、川田選手、はい、ケツ最終ヒット、レッド双葉、ブルー千里、同時だよ。ケツ大ヒット、レッド河野、ヒットケツ男子、レッド保坂、国内強化指定選手の一人、保坂翔選手が右レッドコース、ブルーコースは片山大斗選手が新潟日本中学校、レッドがリード、ブルーが大形、レッドの保坂選手が待つ、2番原田選手、はい、レッド原田望む、ブルー優作、小樽双葉高校スタート。優作先行してるよ、青い選手、青い選手、青い選手、横手米老学院中学校、スタート。レッドコース、加藤選手は、DSG、危ない。危ない。レッド、くずまき、ブルー、ネオ。75番、川田選手、白野立て中学校、スタート。そうね、はい、レッド石塚、大橋選手、小千谷中学校、スタート。レッドコースの石塚選手はフラドーム5位、ブルーコース大橋選手は17位、はい、ビディアリーチ2メンバー、ケツを男女ありまして、日本目に加わり、ちょっとゴールホースっていうか、落ち着いてくるので、そのタイミングでコースで、ブルー浜田、浜田いけるよ、まだ。あー、最終、レッド後期、長野、ブルーシオン。さあ、後期勝負しろ。うわ、上が離れてんな。セカンドレーグ第1ヒート、リコーブル、2部4番熊崎選手、シムカップ SJ スタート。よし、すごい、しっかり外足乗る、ある程度余裕を持ったレースができるのが、よし、それでいいよ、それでいいよ。セカンドレーグ第3ヒート、うーん、レッドミュー、ブルーアヤノ、さあ、ブルーコース2部8番上村選手、滝川レーシングスタート。この対戦は注目、ブルーコース、よし、同時ぐらい、その差が0秒1と、さあ並んでいる、この日本でも並んでいる、レッドキャプテン、逆転なるか、サイドバイサイド、ブルーが先に入るか、先上がっていった、2部1番岡田選手、セカンドレーグブルー角スタート。 CS リーダー岡田選手がそのパラスラは第1シード、ブルーコースにいます。この打ち足乗るなよ。追い込んでくれた、レッドコース、渦巻選手、
よし。わお。ブルー、谷さん。レッド鈴木、ああ惜しかった、リードしてた、レッド惜しかった。レッドコース2部11番坂田選手、えい、ブルーミュー、サウィー、ロー選手、ワッカライアル選手、クリ少年団スタート。レッド、布目、ブルー、ホタル、札幌アルゼンチンスポーツ少年団スタート。ここはリードしているのが清水選手、ブルーコースが1本目、0秒5球のアドバンテージを持っています。さあ、ここは3人がアルゼンチン、レッドが突入するか、布目選手が先に入った、これとブルーライト、1本目、1秒5キロのリードを持っているのがレッドコースの吉田選手、その吉田選手がリードをしていく、これはいやー、ライトやっぱり厳しいか。はい、ブルー小熊東京、1本目のアドバンテージはブルーコースの小熊選手が持っています。この小熊選手がお願いします、お願いします。このままリードを奪えば、はい、2人レッドコースケ、ブルー菊池、さあちょっと勝負してみ、菊池に。ライディングアルゼンチンチームスタート。第2レーグ、ブルー古代、うー古代先行されてるよ。はい、最終 K1 男子最終レグ、レッド太一、ブルー白谷、2008年少年団ブルーコース2部23番白谷選手、ライディングアルゼンチンチームスタート。スタートから確認します。レフリー A、 52番って D、 日本の DS ですよね。レッドコース2部56番、はい、レッドしか高田出走部中学校、ブルーコース2部48番加藤選手、中流エセスタート。途中でブルーコース加藤選手、リードをしている加藤選手が先頭しました。しか早いんじゃないですか。レッド阿部、ブルー桜、マクラ選手、旭川ジュニアルゼンチームスタート。ブルーコース GS ロイナー松田選手が、おしおり先行してる。ここはリードをしているのは阿部選手、大森選手、戸隠市中学校スタート。さあ、ミコ、真剣いかないと抜かれるよ。おお、変わったさん、ブルー双葉、さあ、ブルーちょっと構成晴れてるからね。はい、スタート了解。あれ、変わったの方が早いね。さくブルー望む、ここは並んでレッドが先に来ている。レッド先に来た、直江選手が先に来て、これで直江選手、レッド本日に移すしかなかった、その気持ちはよくわかります。直江選手でコースアウト。レッドネオ、ブルークズマキ、セカンドレーグ、クズマキ選手、上野中学校スタート。東北勢同士の対戦、1本目はクズマキ選手が0秒27のアドバンテージを持ちました。第2ヒート、レッドシオン、ブルー山本、山内、さあ先行してるよ。もう一回乗せ、
上げそこ、あお、これ差ついたんじゃない。レッドクマ、クマちゃんもうちょいスタンス狭くてもいいんじゃないかな。調子良さそうだな、クマちゃん。はい、レッドカノン、ブルー綾乃、ほれほれ、カノン何やってんのよ。はい、レッドコース、レッド桜、ブルー周華、さあブルーちょっと荒れてきたよ。ブルーで先行できたら素晴らしいよ。おお、しか先行してるよ。うい、ういブルーレッドブルーブルー、うはい、 K1 女子第2レグ、リコが先行してたよ。1本目追い込んでいかなければいけません。選手、選手ですが、選手を取った島崎選手、これ大金堂、三重軍団、岡田選手、この回転は1本目取っていますが、0秒25。おー、レッド出荷、ブルー、桜、41番、松田選手、旭川ジュニアルジョンキーズ、スタート。先行してるよ。本当に激しいな、あいつは。はい、2分の1ファイナル、レッド、クマ、ブルー、アヤノ、レッド4は全員北海道勢となりました。レッドコース、熊崎選手がリードしています。強いんだった熊崎選手、ちょっと遅れたブルーコースの上村選手、2番クォーターファイナルになる。セカンドヒート、あそこ危ないわ。はい、2分の1ファイナル第2レグ、リコと綾乃、危ない、あそこだ、危なかった。リコ、こっち、2分の1ファイナル第2レグ、シューカーレッド、中村ブルー、中村選手、茅野北部中学校、スタート。1本目はブルーコース中村選手が1秒5のアドバンテージを持ちました。佐藤選手がそのために逆転のために走っている、全力で来る先に佐藤選手。K1 女子 BGS ビッグファイナル、レッド谷さん、ブルーリコ、さあ青で先行、ここよし、タイム的にはお前が上だ、タイム的にはお前が上だから。男子ビッグファイナル、大黒北海道、関東福島、さあ全部取るぞ。札幌池プロダクティブチームスタート。いやー、単独、あー、男子ビッグファイナル第一キート、優作北海道、旅行長野、ブルーコース、ビブ69番、名古屋選手、小樽双葉高校、さあ優作先行しろ、青で先行しよう。はい、K1 女子スモールファイナル準決勝第2ヒート、さあ3位決定戦最終、
あのここでよ、ここで、おー、よし、OK、はい、鉄女子スモールファイナルラストラン、レッドコース2部50番福島選手、大平台中学校ブルーコース2部49番佐藤選手、さあしか中学校最後しっかり ブルーコースレディー、すいません、ちょっと強要なことがあります。はい、K1 女子ファイナル2本目、レッド9番ブルー谷さん、2部33番大黒選手、札幌伊勢プロダクツテクニックチームブルーコース2部2番勝選手、 MTC チームスタート。よし、ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ。ワン男子アテンション、ビッグファイナル2本目、レッドコース2部33番大黒選手、札幌伊勢プロダクツテクニックチームブルーコース2部30番三藤選手、フェアレース、さあ小黒は起きてこい。はい、決勝進出、ビッグファイナル東海大学札幌高校ブルーコース2部ブルー中村、中村選手、早野北部中学校スタート。パラレルで0秒24のリード、これも合ってないようなものかもしれません。ブルーの中村選手が追い込んでくる、スパーツサビレットがリード、レッドユニオンの中村選手が追い込んでくる、スパーツサビレットがリード、はい、決断し、ビッグファイナルブルー、ユサク、レッドコース、2部69番、名古屋選手、小樽双葉高校、ブルーコース、2部66番、ユサク、先行しろ、小樽中学校、スタート。よし、あー、あー。